ハッシュタグリーブルしか勝たんで動画を載せてくれた人を紹介していこうかなと。はい。で記念すべき今日1回目なんでまだ誰もやってないじゃないですか。まあね、はい、なんで記念すべき今日1回目はとりあえずリーブルの動画を載せてくれてる人を紹介したいなと思います。やっていきましょう。思います。一生離れないよ。うるせえ。一生懸命きつく終わんないのこれ。ダメが終わんないのこれ。ほどけないつ終わんのこれ。固く繋いだってよ、彼の、離さないから。ちょっとしばらくお付き合いください。お願いします。はい。とまあちょっとね、はい、あのオープニングで僕の、つーちゃんリサイタル。いやいらねえだろ。あのお聞きしていただいた皆様ありがとうございます。いやありがとうございます。なんでチャンネルだって話。お前今後はオープニングあの常にあの歌って始めて。いやどうもレブサッカー部。はい、はい、ということですね、はい、今日はですね最近俺の企画が続いてたんで今日は俺じゃなくあなたですね。わーミスターハンター。僕の、ね、変態の企画ね。久しぶりだね。1ヶ月ぶりぐらいの変態の企画ということで、はい、あの一言言わせてください。何変態持ち込み企画。大体ゴミという。うるせえわ。大体言うと思ったよ。大体ゴミという。大体言うと思ったよ。お前コメントでも来てるから。うるせえわ。変態の企画マジ。いやまともだ。1本ぐらいまともだお前。ねえ。あるわ。自己評価高いんだよ。うるせえわ。まあ変態さん何の企画なんすかもお願いしますよ。つまん、いや私これ言ったらつまんないと思うよ。ツイッターにはやっぱね、ちょフリーキックはもっとで蹴れるようになってほしい。最近さ、蹴れるようになってほしい。自分でも言ったけどさ、ハードクソじゃん。もうフリーキックで言ったら俺の方がうまいからね。見たらわかるよ。なわけねえ。蹴れないじゃんあんた。あ最近な。あなんかドライブバック蹴ってるのかわかんねえけど。そうなんです。実はあの皆さんにね、あのお伝えしなければいけない事実がありまして、僕最近ですね、あのドライブシュート、ドライブかけるキックばっかやってたらカーブが蹴れなくなりまして。ドライブはね、まあ蹴れると思うけど。カーブがね、僕ドライブゲットした代わりにカーブが蹴れなくなって現在僕フリーキックスランプ中です。スランプ中。いやそれはねちょっとね俺はねつまんない。つまんないどころなんやねん。フリーキックちゃんと蹴ってカーブ蹴るだろうし。だから今日の企画は、まあ、シンプルにフリーキック20本対決よ。めちゃめちゃシンプルだな。シンプルでしょ。こんなね今のねクソツーちゃんだったら俺全部止めれるよフリーキック。何クソツーちゃんとも言うね。いやクソじゃん。だってカーブも蹴れねえし。まあまあ正直フリーキックでカーブ蹴れないはゴミだわ。フリーキックやっぱカーブ重要だから、ね、重要だね。ドライブだから使えないからね。言ったな。ああ だから俺なら止めれる自信があると。ああこう言ってくれるね。カーブ系なお前なんかねクソだこもう入れられる気しない。止めれる。ほう。ああ聞いた。だから今回一つは俺が蹴らない。あんた全部蹴って20本。あ俺全部止めるから。じゃあ俺20本蹴って何本1本でも決めればじゃあ俺の勝ちなの。いや1本はちょっとねあれやから、うん、5本でもいや20本に5本。5本決めたらまあまあまあ焼肉でも奢ってやるよな。あで5本決めたら俺の勝ちなの。おいよ焼肉でも奢ってるよチャム。こいつ相当舐めとるな。いや余裕だもん。そんなねフリーキックまともに蹴れないやつなんかいねえぜ。確かにまあカーブ蹴れないまともではねえな。確かに今俺カーブ蹴れないんでガチでドライブしか打てないですよ。ただドライブだと正直難しいっす。ちょっと久しぶりにドキドキしてる。俺一本も止められる気しないもん俺本当に。いやいや分かりました分かりました。いきましょうか。じゃあいきましょうか。じゃあいきます。なめんなよ。キックオフ。キックオフ。かいの。はい、じゃあ早速いきましょうか。いつでも。はい、今から早速ねフリーキック20本対決。20本でしょ。20本。そう20本中5本な。そう5本決めれば勝ちよ。焼肉な。あ焼肉な。オッケー。チャム俺5本決めたらお前も焼肉食えるぞ。やったー食べたい。食べたいランチランチランチ。あランチオッケーいいよ。ガチで場所はここっすか。でここだね。結構距離あるよね。ねこんなもんだよ。これでもね決めなかったら意味ないよ。いやでもゴールさこれ小学生用のゴールだからね。関係ない関係ない。こいつひよった。小学生関係ないから。小学生用のゴールで関係ないわけある。いやこれで決めた。これより倍ぐらい大きいから。いや考えてみよう。これで決めれば普通にやっても。まあまあ分かりました分かりましたもう。はいはい。あんたの強化トレーニング。オッケーで。オッケー行きましょうかじゃあ。まあ勝負で勝負。ああ絶対勝つから。あ負けねえ。相当こいつに馬鹿にされたんだよ。絶対負けねえ。いや。正直僕サッカーを3歳からやって、まあ、小学校1年生から4年生だけちょっとサッカーやってない期間があるんですけどそれ以外ずっとサッカーやってきました。サッカーもむちゃくちゃ好きです。僕より上手い人いっぱいいるし僕なんか全然大したことないけどサッカーが好きな愛は多分結構誰も負けないと思っていてこんだけサッカー好きなのに見てください。あんなやつにバカにされました。おかしいでしょ。上アディアスのパーカーで下短パン負けたくない。あんなサッカーを中途半端になんかファッションみたいにやってるやつに負けたくないです。みんなねレギュラーになれないとか、まあ、好きな人がいるけど振られてうまくいかないとか勉強が思うようにうまくいかない、まあ、いろいろ悩みがあると思うんですよ。つって僕も今はカーブが蹴れなくなってるスランプなんですけどでも俺はこの動画を通してどんな人だって今は悩みや壁にぶつかっても乗り越えられるそういう姿を見せたい。あんなこの間
チンコに毛が生えたようなオタマジャクシみたいなやつに負けたくない。絶対勝ちます。行きましょうか。いいっすか。じゃあはい、それでは今からフリーキックに日本対決男の勝負行きます。行きます。1本目お願いします。行きます。行きます。ピープ。1本目はい、余裕余裕。行きます。ピープ。いや悔しい。今のはもうちょっと上じゃなきゃ入らないですね。悔しいわ。いやまだ1本目、まだ1本目。落ち着け落ち着け。集中しよう集中しよう。絶対勝つよ。いきます。2本目ピープ。うわー、 OK。腹立つわ。コントロールクソとか言われてさ、あいつマジ腹立つわ。こっちは3歳からさ、まあいろんな、まあ、俺にサッカー教えてくれた先輩とかコーチとか監督、いろんな人たちにサッカーを教わってやってきたけど、マジで絶対勝つ絶対勝つ。ここまでバカにされて絶対負けない。3本目お願いします。3本目いきます。ピッ。止められないやつなんか言われたくない。マジでだろ。いやマジでだ今の。しゃー、1本目ゴールっす。マジでだろと何だろと、ワンゴールでしょ。嬉しいのかお前それで。関係ないでしょ。ルールはルールだから。おい、いやいや、結局みんなはどうせ僕なんかうまくいかないとか、まあいろんな悩みにぶち当たってる中で、どうせ僕なんかやったって無駄だって思うかもしれないけど、まずホームランを野球で、まあサッカーやってるの野球で例えるのはあれなんですけれども、ホームランを打てるやつはバッターボックスに立ったやつだけなんですよ。俺も結局今カーブが蹴れなくてフリーキックが今ちょっとスランプ中ですけど、でもチャレンジしたことによってああいう正面でもまさかのポカシーみたいなのがあって入るわけですよ。だからみんな今悩んでる人たちはチャレンジしてほしい。絶対勝つから。4本目ピッ。絶対止めろ。わっしゃい。うわ超えた。わっしゃい。うわ超えた。ちくしょう。うわ今もう動画で分かる通りちょっと滑ったでしょ。うん。ちくしょう。絶対勝つ絶対勝つ。マジ悔しい。ちくしょう。コントロールクソか。あんな言われてるからね。コントロールクソかと。絶対決める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 。結局ねみんなメンタルだから、メンタル決めれると思えば決めれるし、無理だと思ったら絶対無理だから。5本目いきます。いきます。ピッ。最悪だ。いけます。おいいけます。お前決まんだ。しゃあ。やっとお前は。お前見とけよマジで。おい言うてんお前もうあと5本しかねえぞお前。あと5本。10本でしょ。あそっか。あいつ何勝手に10本にしとんねん。マジで余裕だ。よし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 。さっきより1本嫌いだよ。やっぱり俺自身もこのカーブキックが蹴れなくなってるのは俺自身の問題でもあるんで、まあ、せっかくね彼はね口が悪いけど俺の強化企画のためにこういうのやってくれてるんで。ただねあいつの言い方に腹立つんで絶対勝ちます。6本目いきます。お前は入らないよ。終わってる。腹立つわ。ピッ。余裕だ。やべえマジでカーブ蹴れなくなってる。はい出して出して。ちくしょう。あー悔しいマジで。悔しいな。カーブ蹴れなくなってるのマジで悔しいわ。いや絶対決める。
スイちゃん8本目来なさい。あと4本でしょ。舐め腐りやがってマジで。来なさい。よし、ピッ。無回転だわ。無回転出ちゃってるわ。今無回転やん。やべえ、カーブ切れなくなってる。ちくしょう。やべえ、マジで悔しい。ちくしょう。ペイちゃん9本目お願いします。9本目いきます。ピッ。うれしい。うわあ、3人が無理だぜ。あいつも腹立つ。やべ、悔しい。すげえ煽るね、あいつ。絶対負けねえ。絶対5本決めてやる。こっからあのね、みんなに言いたいもん。みんなに言いたい。無理だと思った瞬間でも絶対逆転のチャンスあるから、絶対見とけ。10本目お願いします。まだ半分あるから行くぜ。ピッ。行きますよ。行きます。行きます。俺勝ちます。本当に待っとけ。絶対勝つから。しゃー、腹立った。いやー、悔しい。カーブが蹴れない。しゃー、カーブが蹴れない現状にも腹立つわ。なんでやね。新しいこと一つ覚えても今までのことが一個できなくなるんだったら意味ない。お前なんか何も怖くない。やっぱ人間は一個一個できることを増やして、もちろん今までのことも大事にするから意味があるのに、一個覚えて何か忘れんだったら意味ない。行こう。絶対決める。いきます。ピッ。よしよし。今のは僕は外したけど触ったんで、触って上に行ったってことでいいんですかね。うん、やっぱ完全に読まれてました。もちろんね、まあ、かっこ悪い言い訳になっちゃいますけど、小学校用ゴールなんで、なかなか彼もキーパー経験者というところで小さいゴールで決めるのは難しいんですけど、いやー悔しい。でもいや、まだ諦めない。今の感じ、今の感じ、今久しぶりによかった。いきます。12本目ピン。やべ、きつい。きつい。ダッシュでボールトレーニングのきつい。よし、でもダメだ。自分のトレーニングだと思って頑張ろう。いや本当にね、見てくれて応援してくれてるファンの皆さんに本当に申し訳ない。こんなね、かっこ悪い状態の俺見せたくなかったんだけども、カーブ蹴れない今が現状です。無回転とドライブなら打てるんですけど、カーブが打てないです。どういうなんで。悔しい。13本目。絶対負けない。13本目いきます。やばい。そんなんじゃ無理だぜ。正直ボール拾いで足腰にも来てる。悔しいわ。絶対負けないし、絶対負けないし。あと4本決める。絶対決める。あと6本。いけんのかい。あと6本絶対決める。ピン。おっ、おっ、シャー。いや俺が、シャー、シャー。いやマジかよ。皆さんどんなこと言われようが言ってんです。いやいや俺がオンゴレしてどうすんねん。実際コースは良かったでしょ。良かったね。ね、うん、読めたのに。コースが良くてもやっぱりゴールがちっちゃいから、彼キーパー経験者なんで読まれちゃう。でもゴールはゴールでしょ。変態さん、ゴールはゴールでしょ。あ、ええよ。マグレやん、マグレ。
いや、まぐれでも何でもいいよ。コースは良かったから。あと3本だぞ。いや、決めれる決めれる。あと3本絶対いける。こんな後がないで見とけ。15本目いきます。ピッ。今のやっぱカーブじゃないんだよね。今のカーブじゃないんだよ、ボールが。今チャンも見ても思わなかった。うん、思った。やっぱカーブにならないんだよね、ボールが。ちくしょう、ちくしょう。マジでカーブ蹴れなくなってる。もっと練習しよう、もっとトレーニングして、もっと練習しよう。なんでみんなもね、よくドライブが打ちたいとか2回転打ちたいっていう子がいますけど、それを覚えることによって、もしかしたら僕みたいにカーブが蹴れなくなる可能性も全然あるんで、その辺は気をつけながら練習してほしいですね。次何本目？16本目。絶対決める、絶対決める、絶対決める。いけるいけるいける。無理だ。ピッ。カーブなんだけど、今カーブがかかったらコースが悪いでしょ、うん、まあ、そう、カーブがね、切れなくなってるからコースもぐちゃぐちゃ安定しないのよ。ちくしょう。あと4本だぞ。あと4本で3本だ。17本目。こんな情けない姿で終わりたくねえわ。いきます。ピッ。悔しいわマジで。いやー久しぶり悔しいマジで。いやー悔しい。いや、球スピード落としてカーブに集中すればできるんですけど、うん、このゴールじゃ球スピード落としたら絶対入らない。お前も外せない。18本目。いきます。アレッシャー。諦めなければ絶対にチャンスは来る。彼完全に舐めていて、俺のカーブはもう俺らから見て右にしか来ないと思ってるでしょ、うん、だからあそこで俺はあえて左に、初めて左に決めたんじゃない、うん、だからみんなにこれ分かってほしい。最初できなくても、たった今何本蹴った？18本。今18本目蹴ったんだけど、たった18本あれば、まあ、完璧にカーブが戻ったとは言えないけど、そのカーブが戻る兆しまではいけるってこと。だからみんなも諦めずに努力してほしいわ。だって俺がたった18本で最初あんなに蹴れなかったのに、ああいうちょっとカーブが戻りそうな兆しまでは戻れるってことだから、諦めないでほしいよマジで。じゃあ19本目いきます。熱いや、もうお前無理なんで。止めるじゃ。ピッ。めっちゃ止める。ちくしょう。5本は終わりだ。ラスト20本目。おい、いやもう正直これ決めても負けでしょ。変態、俺にチャンスをくれ。なんだこれ決めたら俺の勝ちにしてほしい。おお、いいぜいいぜ。特別にこれで決めたわ、お前の勝利に。オッケー、分かった。真剣にいきます。じゃあ来いや。ラスト20本目、いきます。ピーッ。参りました。俺の勝ち。参りました。僕の負けです。負けました。残念だったな。
俺としてはいい経験になりました。おうおう、なんやなんや。いやー腹立つ、正直腹立つわ、むちゃくちゃ。いや悔しいでしょ、あんなに煽られてさ。ああ、正直もうめちゃくちゃ悔しい。決めたかったよ、めっちゃ決めたかった。何本？3本？4本？3、4？分かんないけど3本決めたし。ああ、でもそのうち3本も2本ぐらいはお前のミスでしょ。まあな、まあそれがね、なかったね。むっちゃ悔しい。もう俺出したら余裕だもん。いやー悔しい。やっぱ、まあ、まだまだね、練習あるのみだなと思う。うわあ悔しい。いやあ悔しい。ああむっちゃ悔しい。いや正直マジで悔しい。もうマジで悔しいっす。ああ悔しい。正直今回は僕が負けました。もう言い訳ないっす、言い訳ないっす。本当に素直に負けたんですけど、まあ、僕はね残念ながら負けという形、負けるというね結果しか生めなかったんですけど、でもね僕は逆にこれマイナスに捉えてなくて、まあ、これを機にあの努力するっていう、カーブキックが蹴れるようになる。もちろんカーブキックが蹴れるようになったからといってドライブキックが蹴れなくなるんだったらこれ意味ないので、ちゃんとドライブや無回転とかも蹴れるようになったままの状態でカーブも蹴れるようにするってい う、 こう新たな僕なりの目標ができたんで、あのすごい負けという形はすごい悔しいし、あのクソ野郎に煽られて悔しいんですけど。余裕だな。うわ腹立つわ。余裕だな。いや今回マジで負けました本当に、すいません本当に。はい、なんですけど俺にリベンジください。おいつでも来いよ。俺マジカーブ蹴れるように、スーちゃんカーブ蹴れるようになる強化企画、これを機に始めます。なんでちょくちょく僕がカーブキックの練習とかをしている動画をちょっと今後上げていきたいと思います。で徐々にね、あのカーブが蹴れるようになって戻ってきたら、お前にもう一回ちょっと挑戦状。おおいいぜいいぜ、挑ましてもらうわ。おいいぜ、いつでも来いよ。なめんじゃねえよ。勝てる気で、負け気でば勝てる気で、負け気でば。じゃあ俺の勝ちやん。やってやれ。絶対勝つからな次お前、マジ許せねえわ。